日曜の夜はせっかくグルメ2時間半スペシャル。南房総市今回日村さんは春の南房総へ。あるんだなこういうの本当に。今流行りワンランク上のキャンプが楽しめるグランピングを満喫、ね、すごい湯気。これはなかなか体験できないや、うん、これは最高だわ。むちゃむちゃうまい。うまい。最高の空間でいただくグルメに食欲全開。食べまくるぞ。上野樹里さん、田中圭さんがグルメ探しに初挑戦。うまいよ。神奈川県湯河原の牧場グルメに箸が止まらない。おいしいね。せっかくグルメ2時間半スペシャル、日曜夜6時30分、うんうん、あれなんか猿の真似してんの。溶けます。溶けた。ふわーってなくなっていきますね。いいですね。びっくりしました。いいよ。いいね。せっかくなので YouTube 限定配信、子供の日直前、バナナマンさんが子供の頃の贅沢グルメを発表。日村さんは何かある子供の頃の、いっぱいあります。これが贅沢グルメだったなと思い出のあるやつ。もう小学校低学年の頃に一番楽しみだったのはスカイラークで食べるハンバーグステーキ。ファミレスのいわゆるスカイラークだよね、うん、もうだってこんなにお店なかったなかったんだから。俺たちはスカイラークだったよね、うん、俺たちがスカイラークだったよ。もうね、分かるよねそんなのね。いや分かる。俺んちなんかさらにもっと田舎だから、まあ外食っていうと何個かあったんだけど、うん、スカイラークっていうああいうファミレスみたいなものっていうのは本当、うん、それしかなくて、なかった。俺そこで出会った要はサラダのツナサラダ。ツナサラダね、これ初めて食べて衝撃で。衝撃だよね。俺それいまだにだからツナサラダ大好き。確かにココイチで頼む時必ずツナサラダ。ツナサラダにフレンチドレッシング、卵の輪切りになってて、もうあれが大好きで今もだから大好きだね。そういう感じだよね。俺でも何俺ね、そういうのもあるけど、俺じゃあ逆に家でね、俺3人兄弟でさ、4つ上にお兄ちゃんで、うん、6個上に姉ちゃんがいるんだけど、うん、基本的に家でさ、だから、一人で全部食うっていうのができないわけ、うん、一人っ子とかじゃないから、うん、だからもうフルーチェをね、うわもうねボウルで作るんだけどさ、作ったね。兄弟いると一人で食えないでしょ、はい、食べれない。あれをねもう一人で食った時にもうでも泣きながら食べる。もうそれなんで一人で食うチャンスがあるのかって。いやそれはいなかったの、お兄ちゃんお姉ちゃん。で4個と6個上だから本当にちっちゃい頃っていうのはずっと一緒だったんだけど、小学校高学年か中学ぐらいから2人も家出ちゃったの、うん、だから俺そっからもうバカみたいに一人になっちゃったから、もうリミッターがもう外れちゃって、うん、だからもうボールで作ってさ、ちっちゃいのに分けてたのをそのまんま食べるわけ、うん、いや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 、フルーチェみんな思うよね。思います。で俺大人になってできるわけじゃん、うん、フルーチェ一人で、うんうん、なんなら2個作ってね、うん、タップタップのやつをねやろうと思ってやったの大人になって、この前でもないけど、うんうん、ちょっと前に、うん、いらないあんなダメだった、まあ、やっぱちょっとこうやってうめえって食べてたからいいんだよ ね、まあ、ねいくらでも食べれるってなっちゃうと、いや本当だ、ね、やっぱそんなになんかもう後半もうなんていうのもう惰性でだからやっぱ、ね、量適量がいいんだ、うん、適量がいいんだよね。フルーチェ食べた。食べてました。食べてんの。私もなんかそのなんていうんですか、私スーパー一緒に親と行くと100円分だけお菓子を買ってよかったんですよ。いいね、だからフルーチェ毎回見て100円で安い時に買って一人で食べてます。 100ちょいだからね。100ちょいなんで時々値切りされてる時。フルーチェは未だにだって全然この世代を全部抑えてるとすごいね。いやフルーチェ食ったことない人いないんじゃない。いないかもね。フルーチェ食ったことねえやついねえよな。ちょマジで勇気あげ、ちょっと勇気出してさ、ひよってるやついねえよ。
うなみたいな一人ぐらいいるんじゃないの、いないの。フルーチェ食べたことない人いないでしょ。フルーチェ食べたことないって人いる？お、すげえ、いないよ。フルーチェはもうみんな、これすごいな。いまだにコマーシャルやってますもんね。いや、やってる、やってる、うん、やばい。フルーチェ、私やっぱりピーチなんですよねっていう人いる？ピーチ好き。いや、ピーチじゃない。え、嘘だろ、俺だけ。ピーチ派？俺ピーチ派。ピーチが絶対うまいです。あのね、いちごしか売ってないんだよ。いちご、いちごしかね、売ってないの、意外と最近も。ピーチなんだって。フルーチェはピーチだ。絶対一人ぐらいフルーチェ食ったことないやついるんだって。本当、いや、いないよ。フルーチェ食べたことない。フルーチェみんな食べてる。そんな食い物あんの、すげえな、フルーチェ。いや、フルーチェって恐ろしいよね、あれね。すごいね。